今日は日常会話で最も大切な2つの基盤のうちの1つ、時制を使い分ける力についてお話ししていきます。時制とは現在や過去、未来など時に関する概念を表すものです。これはどういうことかというと、使う動詞の形によって時に関するニュアンスを伝えることができるということです。ではどうして時制が大切なのかというと、時制の違いを理解して使い分けることができると、まず自分が伝えたいことを伝えるときにどういう形の文章を作ればいいかというのが分かるようになります。どういう時制を使って文章を作ればいいか、それが分かるようになるのです。例えば前に何々したことがあるということを言いたいとき、時制を学んで現在完了形を知っていれば現在完了を使おうと思って文章を作ることができます。また自分が言うときだけではなくて、相手が言っていることを理解するときにも、時制を知っているっていうことはその相手から大切な情報、時制の情報を受け取ることができるということです。例えば Have you ever been to Europe? というふうに相手に言われたときに、 Have you been to っていうのがどこどこに行ったことがある、あ、これは現在完了の経験の形だっていうのが分かっている方にとってはすぐに聞き取れることだと思うんですけれども、これが分かっていないと最後の Europe っていうところぐらいしか聞こえなくて、相手が何を求めているのかというのが情報として入ってこないことになってしまいます。なのでこの時制を理解するっていうことは、相手の言うことを聞き取るという意味でもすごく大事になってきます。時制の使い分けはとても大切です。でも日常会話でよく使われる時制はそれほど多くはありません。主に使われるのはこれらの時制です。まずはこれらの時制の使い方や違いを理解して使い分けできるようになっておきましょう。各時制について詳しくは別の動画で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you for watching. I'll see you next time. Bye.